ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ大宮より車両紹介の動画をお届けいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただくお車がアバルト695リバーレ2019年式3万3000キロのこちらのお車になります。はい、またちょっと珍しいお車が、そうですね、入ってきましたね。はい、まあ、アバルトの中でも結構特別仕様車だと思うんですけど、やっぱその中の一つのお車になります。またアバルトちょっと限定車多すぎて、そうですね、ちょいちょい出てくるので、まあ、いろいろあるんですけれども、まあ、ちょっと今までの限定車とは若干違っておしゃれな方向に出ある車かと思います。ずいぶんおしゃれですよね。そうですね、はい、まずちょっと外観から見ていきたいんですけど、はい、外観がまたこのツートン、そうですね、珍しいです。もともとなんかそのリバーレっていうのがボートをなんか、そうですね、イタリアのリーバ車っていうところで、まあ、ちょっとラグジュアリーボートなんですかね。あとはまあちょっとレースボートみたいに作っているブランドと、まあ、コラボレーションというか、そういうような形で作った特殊車になりますね。はい、なんかそのものづくりに対する熱意がなんかちょっと同じ似たような感じだっていうところで、ちょっと共感を得てっていう感じですね。はい、でホームページ見ました。リーバ社のホームページ自体は見てないです。はい、ちょっと見てください。やばいっすよ、あれやばいっすか。なんかボート見たことない形のめちゃくちゃかっこいいボートが、はい、それは何ですか、ちょっとレース風というか豪華な、豪華なラグジュアリーボートの方みたいな。あ、そうなんですね。はい、ものすごい形状のボートが、はい、海をこう疾走してる絵がちょっとホームページの真ん中にバーンって出てくるんです。いいっすね、ちょっと見てください。すごいっすね。はい、でなんか実際このリバーレとかっていうボートもあるんですよね。そうですね、54フィート、56フィートじゃなかったですかね。はい、同じ名前の、はい、ボートから撮ってるっていうところですね。はい、なんかそんな雰囲気がちょっと随所に感じられる、はい、仕様になってます。はい、でこの辺にもなんかちょっとアクセントで、そうですね、アクアマリンカラーの、そうですね、ラインが入ってますね。これステッカーなんですね。これはそうです、ステッカーになってますね。この中の紺色はちょっとこれボディとちょっと違う感じなんですね。そうですね、ちょっとこれ色味本当は合わせてるつもりなのかちょっと分かんないですけど、ちょっと違いますね。まあ、塗装とステッカーなんで、まあ、まあ、完全一致っていうのはちょっと難しいと思うんですけど、はい、ただパッと見全然わかんないと思うんですけどね。はい、おしゃれなんですよ、本当に。そうですね。で今回もアバルト695ですから、外装に関してはもうちょっとアグレッシブな、そうですね、はい、ちょっと攻めた、はい、そしてここ行きましょうか、もう早速。はい、いろいろ専用のパーツもついてて、はい、そうですね、専用パーツついてます。まずアルミホイールの方が、まあ、17インチの、アルミホイール、こちらのリバーレ専用のホイールになってますね。また色がいいですね。そうですね、これもやはりこのツートンを意識したお色になってるんじゃないのかなと思います。はい、結構限定車っていうとなんかホイール黒くなったりことが多いですよね。はい、特にスポーティーに振ってるのがどうしても多いじゃないですか。多いですね。そんな中このシルバーの、はい、ちょっと爽やかな、珍しいですよね、爽やかで。はい、確かに。でなんかこのキャリパーが黒いのも、はい、そうですね、この車の仕様なんです。こちらの仕様だと思います。そして奥のローターがしっかりドリルドっていう、はい、このちっちゃい車で、そうですね、はい、言ったらちょっと軽自動車よりちょっと一回り大きいぐらいのサイズじゃないですね。はい、でしっかりこのブレンポの対向ポットとドリルドローターっていう。そうですね。でさらにびっくりしたのが、はい、これ足回りが FSD なんですね。あ、そうです。はい、コニの。コニの、はい。その自動の減衰調整機構がついた、はい、ショックがついてる。コニのショックはおそらくコンペツヨーネとかも確かコニのショック使ってみたいですね。はい。なんかもうちょっと言っちゃったら申し訳ない感じなんですけど、なんかちょっとオーバースペックというか、はい、とてつもなく足回りとかにもお金かかってる感じがします。そして横のライン、今回のお車がこのカブリオレ、カブリオレって言っていいですか。そうですね、一応カブリオレっていうことでいいと思います。はい、なんですけどこの横のシルエットが、はい、なんかこのクーペと変わらない。そうなんですよ、形はまあほぼほぼ変わらないので、まあ、パッと見カブリオレなのっていうような形ではあるんですけど。いや本当ですよ。はい、このちょっとその特徴的なトップのおかげで、はい、普通カブリオレっていうとこの C ピラーの形が変わって、はい、変わりますね。はい、ちょっと全体的にこうボデッとした感じになるじゃないですか、どうなるか。はい、それがこの形状のおかげでちょっと本当にクーペと変わらないシルエットなんですね。はい、そしてまたこの紺色のトップがおしゃれ、おしゃれですね。はい、まあ、ボディカラーとは合わせてると思うんですけど、はい、そしてこの横にはしっかりリバーレが入ってます。はい、あとと通り過ぎちゃいましたけど、随所にクロームのパーツなんかもフロントだったりだとか、ね、はい、使われてたりとかして、ちょっと高級感もアップさせてますね。そして後ろも、後ろもドリルドですよ。そうなんですよ。後ろもドリルドってあんまりないですよ。あんまりないですね。ないですよ、はい、
ちょっとなんか本気さが垣間見えます。でしっかり後ろ片押しなのに、はい、キャリパー塗ってあるんですよ。塗ってあります、はい、うちで塗ったんじゃないかと思っちゃうぐらいの、はいはい、なんかからとも、はい、抜かりのなさというか、はい、でしっかり後ろも FSD の、はいはい、ショックアウトになって、僕詳しく知らなかったんですけど、はい、トーションビームなんですよ。はい、そうです、はい、リアがこうトーションビームっていう、別にトーションビームがダメなわけじゃないですけ ど、そうですね、価格が一応この車も400万円ぐらいするじゃないですか、す新車で、はい、はい、新車でします、はい、でトーションビームなんですよ。そうですね、お金かけるとこはかけ て、 か け、 て、そう、ね、かけないとこはかけない。でこの後ちょっと中も見えますけど、はい、装備もびっくりですね。そうですね、ちょっと今までの、595、695とやっぱりちょっと方向性が違うのが多分見られると思います。あとはその国産車の車の作り、はい、お金の使い方と全然違うんですよ、はい、あ、そうですね、全然違いますね。そこにお金かけるんだったらこっちの買い取り先だろみたいな。そうですね、そうですね、はい、その辺がちょっとこう足回り一つ取っても、はい、垣間見える。そうですね、だからこれ当初ビーム別に全然悪いわけじゃないんですけど、はいはい、本当さっきちょっと下見でも話してましたけど、はい、あのシビックのタイプ R が前でしたっけ、当初、ね、ビームだったりとか、はい、そうですね、まあ、結構その簡単な作りなんで割と想定コストでできるっていうところであるんですけど、別に悪くはないですよね、はい、悪くはないですね、結構剛性が取れたりとかするんで、はいはい、しますからね、はい、割と走り、特にこういうコンパクトな車なんかには、まあ、設計 の、 そのスペース的にも有効みたいです。あと後ろ、この子、はい、これですよ、まあ、これですねこれが、ね、ちょっとすごいですよね。ちょっと私もこの形状というか、まあ、ソフトトップにこのスポイラーつけちゃうんだっていう、この発想がししたもん、すごいです、はい、でさらにこれ開くのがここ通り過ぎて開くんですよね、はい、あ、あります、あのここまで行きます、ね、ですよね、これがどうなっちゃうんだって。ちょっと後でそれは、はい、僕中から開けて、はい、そこも二度見しました、はい、あれっすね、スポイラーまで降りてきてる。そうなんですよね。でしっかりこの辺はガラスになってる、ガラスになってます。あとまたこの辺のデザインいいですよね、はい、これも、まあ、なんていうんですかね、あのこちらのリバーレの専用というか、はい、あのデザインなんですね。ちょっとクラシカルな感じで、はい、ちょっとリアの印象をそろえて、でこのステッカーちゃんと一周回ってるんですね、はい、一周回ってます、はい、ブルートゥートの、はい、で後ろにしっかりリバーレ、はい、で、やってきました、はい、マフラー、やってきました、マフラー、これ純正なんですね、はい、マフラー方がこれは入ってますね。で見たら、はい、これバルブ開いたら直感になるやつなんですよ。そうですね、あの分かるかもしれないこれもちろん新車だから車検も OK なわけじゃないですか。 OK ですね、はい、すごい音しますよね。そうですね、あのいい音しますこれは、はい、で結構アクラパッドコンパクトカー、まあ、最近のやつはないですけど、はい、ちょっと前まではミニとかもあったんですけど、はい、まあいい、まあ、いい音、お値段するんですよ、音も、はい、音も、はい、はい、なのでそれがちょっと最初からついてきちゃうと、そう、なんていうか、お得さもありありますね、はい、いい感じだなっていう、はい、こんな感じのお買い感になってます。 あと、はい、びっくりしたのは、だってアバルト全部なんですか、開けたことなかったんですけど、ですね、あのこのアルミのキャップはオプションでもあったりした気がするんですよ、全部だったかな、ちょっとあやふやですね、ちょっとあやふやですね、はい、ただ僕車両紹介でアバルト、はい、これで3代目じゃないですか、はい、そういえば1回も開けたことないなと、はい、今日ちょっとふと開けてみたら、はい、こんなのなってるんですね。アルミ、アバルトオーナーさんから言わせたら、お前今頃何言ってんだって話かもしれないですけど、なかなか普通オーナーさん以外開ける機会ないじゃないですか。はい、意外にびっくりしました。そうですね、結構ありますよ、スーパーカーとかでもアルミのキャップなしとか、はい、ベントレーなんかも、ね、ビーマークとか、オプションでっていうのは結構多いじゃないですか。で、まあ、大体あの元々ついてたプラスチックの中に乗っかってるって気がするんですけど、どうだったかなって感じです、すいません、こんなとこ絶対こう見ないじゃないですか。けどここしっかり変えたとマークも入れたのいいですよね。そうですね、はい、もう本当にですね、個人的な満足というところもあるかもしれませんが、はい、最近特にこうセルフのスタンドほとんど多いですからね、はい、ちょっとこ う、 そうです、ね、入れるときも似合ってしちゃいます。こんなポイントになります。はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。もう内装、はい、あのちょっと過去どういうふうに紹介したのかちょっと覚えてないんで、はい、若干心配になるんですけど、はい、もうこの潔さですよ。そうです、スマートキーとか一切ないわけじゃないですか、はい、でこうまず開けてびっくりするのが、はい、このドアわかりますか、めっちゃ軽い、はい、パンってこう閉まる、はい、ただこう何て言うんですか、こう車剛性高いからのか軽自動車みたいな感じではないんですよね。ビヨーンっていう感じではないので、はい、この軽いパンって閉まる感じ、はい、そして開けると中がおしゃれ、おしゃれです。何ですかこれは。なんかちょっとこの
社格に合わないと言っちゃおかしいんですけれども、だいぶその、まあ、このレザー、まあ、特にこのブルーレザー使われている自転車とか、とあと質感、はい、いや、いいっすよね。匂いもイタリアの匂いしますね。そうなんですよ。イタリア車の匂いするんですよ。すなんだかこう、マセラティみたいな。ああ、そうですね。ああいう系の、そうですね。ちょっと皮をふんだんに使ってる車の匂いなんですよ。匂いしますよね。だ多分シートだけじゃないですか。はい、ドアとか。はい。あ、ドアとかも少し。若干ありますけどね。はい、でもこう、車内がこう狭いから逆にこうレザー匂い充満するのかな。充満すると思いますね。良くも悪くもこう、ちょっとなんていうんですか、質素な感じが、はい、この手のクラスのいいところじゃないですか、はい、逆に、はい、そうですね、だからそこにこうアンバランスとも見えるぐらいの豪華さの内装、内装が、はい、ちょっとしびれちゃいました。そうですね。でまずドアからいくと、はい、先ほどちょっと出ましたけど、真ん中がこのブルーのレザー、はい、ブルーいいっすね。ブルーいいですね。おしゃれ。そしてミラーの格納とかないわけですよ。ええ、格納はついてございません。これ一応でも手でやると畳めるのは、ね、そうですね、手動で畳んでいただくことは可能です。だからもう普通の国産車っていうか他のメーカーの考え方でいったら、はい、そこレザー使う前にまず電動格納、そっちだろっていうところなんですけど、アバルトは違うんです、はい、特に日本だったらもう狭いから絶対もう軽自動車でも電動格納もまずつくじゃないですか、はい、ついてないと、はい、そしてシートに行くと、シートもまたこのちょっと張りのある感じのボリューミーな、この辺もだからちょっとイタリア車、ザ・イタリア車って感じです、感じですよね。やっぱりよりちょっと先ほどご紹介しましたけど、3万キロ乗ってるんですけど、ちょっとそのやれ痛みがないんですよね。ずいぶんしっかりした革使ってて、まあ、クッションなんかも、はい、いいのかな。全くないとは言わないんですけど、はい、かなりもうまだパリッとしてる。そうなんですよね。でヘッドレストのところに695とリバーレの刺繍も入ってて、はい、でステッチもこれブルー系のステッチなんですね。ブルー系ステッチ入ってます。同色でちょっと立体感がある感じ、はい、そしてダッシュボードですよ、はい、そうですね。これ調べたら、はい、マホガニーとかっていう、はい、高級木材、そうです、高級な木材ですね。あれなんかどっかで聞いたなと思ったら、はい、ギターとかに、ギターとか、そうです、使われている素材ではありますよね。あと家具とかにも、はい、いわゆる高級がつく、そうなんです、家具とかにもついて使ってるウッドなんです、はい、しかもこれリアルなんですよね。リアルです。あんまりこう具体名出さないですけど、はい、某メーカーとかでも結構その、はい、ウッド調とか、ね、ウッド調多いですね、はい、あとは都市伝説かもしれないですけど、はい、最初はリアルウッド使ってるけど、はい、後半中期後期になるとコストカットで、そう、はい、ウッド調になるとかっていう話を聞くじゃないですか、はいはい、ありますね。それをこの車格の車にこのインテリアですよ。そうなんですよ。また合ってんですよ、これが合ってんですよ。ただステップのところもですね、ステップウッドっすよ。これもちょっとここも絶対踏めないですよね。確かに。で距離、まあ、3万キロなんですけど、はい、綺麗なんですよ。綺麗ですね、はい、こう割れちゃったりとか、そうなんです、削れちゃったりとか、はい、で前オーナーさんもかっこいい、多分ここは結構気をつけてたんじゃないかなと思いますね。もしかしたらこれプロテクション貼ってもいいかもしれないですね。そうですね、ちょっとここのウッドの部分に関してはプロテクション貼っちゃった方が安心かなっていうところではありますよね。こんな感じのアイスになってます。ちょっと乗ってみたいと思います。そして中に乗るとこんな感じです。でさっきこのドアの開け閉めちょっと触れたじゃないですか、はい、前回前々回気がつかなかったんですけど、はい、このドアのヒンジ、はい、あ、そうですね、ちっちゃいけど、はい、ちゃんとこのなんていうんですか、そうですね、まあ普通のプレスの鉄板のヒンジじゃないんですね、はい、いわゆるちゃんと欧州車の、欧州車の、はい、ヒンジになってます。ヒンジになってる、だから多分こう軽いんですけど、閉めた時にこうしっかり閉まる感じ、はい、ありますね、感じあるんですね、はい、だこの辺もやっぱり普通のなんか国産コンパクトとはちょっと違う、ちょっと違うとこですよね、作りですよね。で内装はこんな感じです。ステアリングはちょっと車格からするとちょっと大きく感じるぐらい、はい、でしっかりここもウッドが使われているという、はい、ちょっとここウッド珍しいですね。そうですね、かなりちょっとおしゃれなステアリング、でアバルトのこのサソリマークも入ってて、で一応この辺がオーディオ操作がちょっとできる、できる感じになりますね。音は出たり、はい、切ったり、はい、ボリュームと、あとパドルも、はい、パドルも入っています。でパドル小ぶりですけど操作感割といい、はい、いいですか、はい、でメーターはこのもう一つ、はい、でここにもちゃんとリバーレット出てるんですよ。これすごくないですか。すごいですね、はい、結構限定車って言っても、はい、メーターはこう触らない、触らないで、そのまま多いじゃないですか、はい、メーターもしっかり出てくる、はい、
でメーターはこんな感じで、はいはい、両サイドにこう上りが振ってある感じですね。そしてもう一個ちょっと衝撃だったのは、はい、もうステアリングがチルトだけ、はいはい、まあ、この辺のコンパクトサイズの車で言ったらあれかもしれないですけど、はい、この辺も本当にシンプルな構造、はい、そしてここがブースト系がついてます、ついてますね、はい、でこの辺気になるオーディオ関係はちゃんとしっかりアニメーションも、はいはい、しっかり出てきますね。バルトが出てきて、でもさすがにここはリバーレじゃなかったんですね。リバーレじゃないです、ね、はい、通常の、はいはい、でこのオーディオがちょっと一癖ある感じ、はい、ありますね。で基本的には、はい、ラジオと USB のメディアですよね、はい、であとはナビとかはないないですね。それが、はいはい、ちょっとあります。 iPhone をつなぐとデバイスを接続、カープレイが、はい、カープレイが使えます。ついてると。だから基本的にはこうオーディオだったりナビゲーションに関しては、はい、このカープレイを使って使う感じなんですね。そうですね、はい、まあちょっとその GPS の精度とか、まあ、あとはそのナビゲーションのその案内の仕方とかっていうのは、そうですね、ちょっと一癖ありますけ ど、はい、で基本的に Google マップだと最新のものが出ますし、はいはい、渋滞情報なんかもかなり正確じゃないですか。出ますね、はい、その辺割り切って使えれば意外に使いにくくはないんじゃないかなって。そうですね、全然逆に言うと問題ないんではないかなと思います。割とちょっと Google マップとかですと狭い道こう案内されるとかよくありますけど、まあ、車格がこのお車なので、あ、はあ、確かに、はい、これ例えば、ね、全然大きなお車ですといやここはってとこ出ると思うんですけど、こちらのお車であれば、まあ、大概行けると思いますんで。確かに、はい、相性いいかもしれないですね。そうですね、はい、で操作ももうタッチとこの両サイドのこのボリュームと、はいはい、スクロールのこのこれだけなんで分かりやすいと。分かりやすいですね。そしてこっちはスポーツボタン、はいはい、ハザードライト関係、はい、あとエアコンもこれですよ、この分かりやすさ。分かりやすいですね、はい、こんな感じでもう超分かりやすい。そうですね、はい、特にデュアルとかないんで、はいはい、こんな感じになっております。パワーウィンドウのスイッチ、はい、ちょっと可愛い感じで、はい、でもう一個いいなと思ったのは、はい、このシフトですよ。シフトですね、はい、ボタン、ボタンです。いいですね、はい、でこれミッションがシングルクラッチのロボタイズドマニュアルトランスミッション、はい、まあ、要は人間のこのマニュアルの操作を買って、はい、機械が代わりにやってくれるって感じですね、はい、だから一回ギアが抜ける感じなんですよね。そうですね、ニュートラルを返してこうギアが入るって感じですね、はい、だもしスマートとか乗ってことある方だったら分かるかもしれないですけど、はい、あんな感じですよね。そうですね、昔の SMG みたいな。そんな感じです、はい、ちょっとこの後乗ってみたいと思います。そしてもう最高です。最高ですね、はい、引くタイプのサイドブレーキ、ハンドブレーキ、はい、最近ないですね。ないですね、はい、最近ないです、はい、ミニもハッチバックは、はい、まあ、かろうじて残ってますけど、はい、クラブマンは電動になっちゃいますから、はい、そうですね、電動ですね。そうだ、この辺も電動なんですよね、はい、そしてシートはシートちょっと最後になっちゃいましたけど、割とこう、はい、両サイド背もたれ、はい、ホールド感があるという、ありますね、ただ調整が一癖あって、はい、そうですね、はい、まずリクライニングはこの横のダイヤル、はい、はい、で、まあ、割と、はい、調整の幅はいいんじゃないですか、はい、であとはこの高さの調整、高さですね、がお分かりいただけますでしょうか。後ろが上がるだけっていう。そうなんですよ、はい、これがちょっとだから、まあもうそもそもこう座った時に高さがっていう方も多分いらっしゃると思うんですね。ちょっと背のやっぱり低い方ですとか、ちょっとやっぱりこう感覚がちょっと合わない方っていうのは多分いらっしゃるんじゃないかなとは思います、ね、ちょっと本当にお尻がこう上がるだけなんで、はい、ちょっとこの辺はぜひ機会があれば、そうですね、ちょっと座って試した方がいいですね。実際体感していただいた方がいいかなっていう感じではあります、はい、ちょっと一癖あるシートで、はい、でペダルがもう一癖、はい、まずフットレストがこの隙間に足を差し込むような感じで、はい、しかも半分ぐらいしか入れられないんで、はい、ちょっとフットレストを多用したい方だと、そうですね、ちょっとこう一癖ある感じですね。でペダルが全体的に中央にオフセットしてるっていう、はい、入ってきてますね、はい、ブレーキが少しこっち、はい、アクセルも少しこっち、どうしてもちょっとタイヤハウスがやっぱりすぐそこに、そうですね、はい、まあ、この辺は致し方ないのかなっていう気がしますけど、はい、ただ全然そんなにこうこれじゃ全然こう運転できないよって感じですか。いや、やってるわけではありませんので、はい、
で、あとはいいのは、はい、このペダルがちゃんとこのサソリマークのステンのカバーがついてるんですよ、はい、いいですね、これちょっと高級感もあってだちょっと本当に若干に見合わないというかそうです、ね、本当に他のイタリア車にも通じるところどころこうすごいものが使われてるいや本当ですよね、はい、かなりいい感じです、ね、高価なものがマットもちゃんと695のこのエンボスがしてあって、はい、ブルーのレザー、はいはい、でこの留め金もちゃんとアバルトのマーク入ってるってちょっとおしゃれな感じです、ね、おしゃれですねこれそして上に行きましょうか、はい、上は全体的にこの黒のファブリックというか、はい、布地とピラーの中はプラスチック で、ね、プラスチックだと思います、はい、ちょっと質素な感じですけど、はい、でこのトップですよ、はいはい、内側もだいぶ柔らかめ、はい、よしちょっと開けてみたいと思います、はい、これびっくりっすよねこれすごいっすね一回押すと自動である程度までやってますよねはいここまで、はいはい、でここまではまあ分かるじゃないですか、 分かりますね、はい、もうこれでもすごい開放感ですけどそこからさらにこれすごくないですか後ろまで本当に開きますねこれなんか優勝パレードの車じゃないですかそうそう後ろの手立てますねこれこれいいっすね、はい、本当に開放感満点ですよいやどうしてもちっちゃい車ってこの室内の空間の狭さとか、はい、こう閉塞感とかあるじゃないですかありますね、はい、全くないっすねこれ全くないですむしろ広い中途半端に広い車乗るぐらいだったら、はいはい、こっちの方が面白いこの開放感と面白さったらないっすよ、はい、ないですね、はい、そしてこの戻すのもワンタッチではい、いけますねだからこれどこで使ってもいいんですよね前回でもいいし、ね、ここでもいいしあともう一回止まるんでしたっけあここからがこの辺で一回止まるんですよねあそうですねはい、だまあいろんな使い方ができるとます、ね、ちょい開けだったりだとかこれいいですよ。これいいですね、このところ。いや、もうちょっとこれだけでこの車買う価値あります。この内装とこのルーフだけで、はい、最高なインテリアです。続いてリアシート、念のため確認したいと思います。リアが、まあ、この車なんで、まあ、乗り込むのはちょっと狭い。そして今ルーフ閉めてますけど、ルーフも正直僕175ですけどだらしなく乗らないとそうですね背筋伸ばしちゃうともう完全についちゃいますねつきますねこれでシートもベンチですねベンチですクッションかなり結構厚みあるんですね、まあ、厚みはあるんですけどね硬い硬い感じですねちょっと背中も硬い硬いですね、はい、でヘッドレスト、まあ、伸ばせば使えなくないですけどもう全開にしても頭の位置まで来ないですねそうですね、まあ、4人乗る車ではないですねないですね基本は、はい、であとは念のためこれもちょっと開けて後ろどうなのか、はい、ちょっと今試してみたいと思います、はい、わー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 さっき開けたのわーって言っちゃいましたいやこれいいっす最高ですこれ子供喜びますねこれいいっすね、はい、これなんか後ろの方がいいんじゃないですか前よりいやいや本当前より視界がいいっすよ視界いいっすねこれなんかオープンカー未満、はいそうですね、クーペ以上オープンカー未満みたいなこれいいですよこれやばいっすねちょっとこれ都内とかちょっと行きたいっすねちょっと恥ずかしいっすねいや後ろは恥ずかしいっすよそうそう前だったらいいっすね前だったらお花見シーズンとかちょっといいかもいいですねあこれいいですね最高です、はい、そうですはい荒川沿いとかいいですねそれ、はい、あと装備は本当に何もない何もないですねシンプルに一応ドリンクホルダーが2つついてるだけという、はい、横も収納も何もない、ねはい、こんな感じのリアシートになってますじゃあ続いてトランクを見てみたいと思います、はい、トランクちょうど今この開けた状態ですけどそうですねこれがなんと握るとそうなんですちょっと閉まるんですねはい、もうある程度閉まってっていう感じすごい、はい、ちゃんと考えられてるちゃんと考えられてます、ね、当たり前ですよねバキバキとかなってやるそうですね、はい、あとはまたいちいち中行って閉めなきゃいけないっていう手間がないですからね確かに、はい、でこの開き方もちょっと独特なこう開くんですねそうですねちょっとこう逃げながら開くっていう形ですねトランクもちゃんとこのブルーのレザー、はい、引いてあるんですよただこの開口部のこの狭さと、はい、このシートのこの裏側のむき出し具合と、はいはい、割り切った感じがそうですねこの辺はあの他のロックあの595とかと変わらないですね、はい、ここレザー引く前にここをなんとかそうですであとトランクはもう
容量はもう、そうですね、ここでちょっと、はいですね、ちょっとトランク1つ入るかな、2つ入るかな、はい、程度と思っていただいた方がいいかもしれません、ね、おまけ程度に思ってもらった方がいいですね、はい、あんまりこう荷物たくさん積んでっていう車ではないですけど、ね、はい、じゃあ続いてエンジンルームを見てみたいと思います、はい、今開けてびっくりしたんですけど、はい、重たいね、そうですね、重たいですね、まあ、このスチールダンパーなしのスチールフードなんで、はい、このなんかサイズでもちょっと重たいなって、はい、そうですね、いつもうちが使ってる車は大体ダンパー入っててアルミとかだったりしますんで、なんかちょっと久しぶりに、ね、重さを重さ感じてあげるという、はいはい、でエンジンがまたこの強烈なぎゅうぎゅう具合と、そうですね、あとまたエンジン自体のコンパクトさ、すごいですよね、はい、で非常にエンジンもコンパクトなんですけど、はい、ここから絞り出される馬力が、はい、びっくり180馬力って、そうなんです、180っすよ、はい、180出るんですよ、これ180って数字だけ聞くとふーんって感じかもしれないですけど、はい、このだってコンパクトサイズで車重も1100キロぐらいしかないわけじゃないですか、はい、ないです、言ったら軽自動車より、まあ、軽自動車が900キロぐらいですか、900キロぐらいですね、1トンないですね、ですよね、はい、それよりちょっと重いぐらいで、はい、倍以上出てるんで、はい、倍どころじゃないですよね、多分、ですよね、はい、めちゃめちゃ強烈な、そうですね、それも FF ですからね、ああいいですね、はい、はい、ちょっとこの後乗ってみたいと思います、はい、続いて手止まり見てみたいと思います。お願いします。マフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。でもその何ですか、このふざけた乗り物は。これやばくないですか。いいっすね、音もね、最高っすね。あとこれ開くから、はい、超聞こえるんですよ。いや、そうですね、まあもろに聞こえますよね、確かに。でスポーツボタン、はい、でこれスポーツボタン押すと、はい、ここメーターデザイン変わるんですね。はい、デザインが変わります。スポーツメーターになります。こんな感じでメーターのデザインが、なんかこういう演出もいいっすよね。そうですね、やっぱりなんかこうスポーツモードに入ったっていう、こう確かに分かりやすさがありますよね。そして同時にこうやっぱりお金かけるとそこじゃねえだろっていういやそこなんですよ ね、 そこなんですよね、はい、いやもう逆にこう交換ですよ。ちょっとまずとりあえず閉めて、そうですね、走って、そうですね、遮音性、そうですね、はい、確認しておいた方がいいですね。いやこれうち解散乗せたら最高なんですけど、多分うるさいからいらないって多分言われますね。確かにそうですね、うん、でもちょっとこれ女性の方とか乗せたらめちゃかっこいいですよね。かっこいいですね。あとちょっとナイスミドルな、はい、老夫婦とかいいですね、はい、あとダンディーな方とか、はい、これ普段の足最高じゃないですか。最高っすよこれ。うわー、もうこのちっちゃさこれ東京店でも乗せていただいてますけど確か、はい、やっぱいいな、ちっちゃい車。なんかワクワクしますね。ワクワクします。なんかこう、はい、探検してる気になりますよ ね、 そうなんですよね。普通に街の中走ってるだけなのに、こう小さいのは小さいのでやっぱそれなりのこう楽しみ方っていうのが多分ありますんで、はい、なんかこうカートに乗って街の中探検しに行くみたいな感じですよね。そしてやっぱりステアリングが大きく感じますねそう、大きく感じます。ちょっとこう太めなステアリング で、はい、でここ何気にこのブルーになってるんですね。そうです、ちょっと色が切り替えでなってまして、シートの色と合ってますよね。で今ちょっと走り出したんですけど、はい、意外にこのシングルクラッチ、はい、もっとなんかガコガコするかなと思って。そうですね、おそらくなんですけど少しその味付けが変わったというか、多分進化してるんだと思うんですよ、まあ、以前のものもうちょっとやっぱりガクガクしてたんですけど、なんか最近のこの新しい年式のそこまで多分感じないと思います。割とスムーズに発進なんかできて、はい、でなんかそのシフトアップの時にできればアクセルちょっと抜いた方が、はいはい、そうですね、スムーズにいくかなっていう、いいじゃないですか、その癖のある感じも、はい、いや、ほんとびっくりするね、この車いろいろ衝撃っていうか、アバルトの限定車ってすごくないですか。そうですね、面白いの出してますよ、本当にいろいろアバルトは。なんかほんとメーカーやりたいことやってますよね。そうですね、
こんな感じですね。そう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 、ギアがやっぱりこう手でやってるみたいに一回抜ける感じですね。そうなんですよ。どうなんだろう、初期制動は割とマイルドですね。奥がちゃんと効く感じ。乗り心地硬いそうですね、硬い。あ、そうですね、ブレーキちょっと奥が効く感じですね。なんか BM のあのミニみたいに踏んだらガツンって効く感じじゃなくて、ギューって効く感じ。そしてもう音聞こえまくりでいいですね。いいですね、うん、これ楽しいな、うん、っていうか僕これ市場に出たやつ見たんですけど、はい、値段の落ちなさやばくないですか。そうですね、値段も落ちてないですよね。残りますもん。残りますね。びっくりです。ああこういう感じですね。あ、意外にもうこういうもんだと思って乗れば、はい、全然全然ギクシャク感は感じないです、まあ、多分これも皆さん乗っていただいて慣れてくると、はい、もう本当に多分そのスムーズにこう減速してってくれるんじゃないかなと思います、ね。うん、ああなるほど、こういう感じですね。ああ楽しいただこの乗り味のこの硬さと、はい、正直こうホイールベースも短いから、はい、乗り心地もこう良、ね、くはないじゃないですか。ないですね、はい。そしてこの僕的にはいい音なんですけど、はい、ちょっとこの大きい音苦手な方とかだと、そうですね、ちょっとこうハマる人は少ないかもしれないですけど、はい、ハマったらやばいですね。やばいですね。早い、しかもちょっと待って、え、しかもレスポンスいいんですよ。レスポンスいいですね。さっき外で吹かした時も思ったんですけど、はい、それ回転の落ちはゆっくりなんですけど、はい、上がる時はそうですね、吹けるのは吹き上がりいいですよね。レスポンスいいんですよ、はい、超楽しい。はい、そうですね、オープンしましょうか。めっちゃ開放感すげえ。いいっすね、これいいっすね。確かに別に誰も見てないですけど、ちょっと若干そうなんですよねそうなんですよね、誰も見てないんですけど、はい、でも普通のそのカブリオレと違ってガバッと開く感じではないので、はい、横から見たらもしかしたらそんなに。あ、確かに確かに、はい、で逆に後ろの車の視線がちょっとそうですね、はい、気になりますね。気になりますよね、なんだあれっていう。そして風は割と入ってきますね。入ってきます。ここがあるから入ってこないかと思いきや、はい、オープンカー並みに入ってきますね。入ってきますね。結構巻いてくるというか後ろから来ますよね。でもこれちゃんとあるんですね。ちゃんとありますね、はい、確かに後ろからグワッて回ってきてる、後ろから回ってきてる感じなんですよね。いいんですよ、でもこの開放感とこの音、はい、これ楽しい。あ、クラップすごい、すごい音してますね。いい音してますよね、重低音。やっぱりこう限定車ってこうあってほしいですね。欲しいですね。そうですね、ちょっと最近ちょっと僕の中ではちょっとこう攻めた動画をちょっと別の動画で上げたんですけど、はい、ちょっとそれに通じるところもあるかもしれないです。限定車はちょっとまあメーカー問わず、そうですね、なんかやっぱりこう特別感っていうのが、うん、ちょっとこうもっとこう前面に押し出していただいた方が、ね、もっとこうなんていうんですかね、お客さんの方も喜ぶでしょうし、そうですね、はい、これ多分採算で売ったらこれ多分採算合わないと思うんですよ。合わないですよね。150台限定車が、そうですね、ですよね、はい、85台と65台でしょ。65台ですね、はい、でもやっぱりそのメーカーのこのイメージを作るというか、はい、にはものすごい貢献してると思うんですよね。貢献してると思いますね、はい。だってこのウッドのパネルとか外装の塗装とか、ね、はい、まともになってやったら、はい、あの金額で出せないですよね。そうですね、だから なんかこのレザーで、レザーで、そうなんですよ。無理ですよね。無理です、無理です。でも本当に何千台とか何万台とか作るんだったら大丈夫かもしれないですよね。まあ、そうなんですよね。だその辺はちゃんと数もこう特別感出るように台数も決まってますしね。これですよ、だって、はい、これでも本当すごいですよね。すごいですよね。確かにボートってなんかこういうウッドがちょっと使われてるイメージですね。そうですね、イメージこんな感じですよね。デッキとかインパネとか、はい、こう来たかっていう、見事に再現してますよね。めっちゃおしゃれ。このメリハリがいいんですよ。そうですね、この超高級なウッドに、はい、このプラスチックのピアにいやいいな。またこのシルバーのパーツとかの質感が割と高いんですよ。高いですよね。そうなんですよね。欲しいです。
売ります。これ足にいいっすね。これいいですね。だって都内どこ行っても困んないじゃないですか。困んないです、困んないです。そうなんですよ。僕さっき板尾さんに言われて気がついたんですけど、はい、そのどこかに行くのもちっちゃい車便利だし、はい、あのあでどこかに止めるのも便利だし、はい、どっかに行くのも便利なんですよね。便利ですね、はい、わー狭い、これ U ターンできない、どうしようってないじゃないですか。ないですかね、はい、このサイズだったら全然行けますからね。いや本当ですよね、うん、駐車場も選ばないし。選ばないです、はい。ちょっとじゃあ180馬力の片鱗を少しだけ。ね、ちょっとでもこれ峠とかちょっと行ってプーターしてみたいですね。えい、いいかもしれないね。後から来ますね。あ、こういう感じですね。後から来ます。ギアが遠いというかワイド。だからこれ多分なんですけど、はいはい、これパドルと組み合わせると多分。いいっすね、いいっすね。正しい使い方が分かりました。いいっすね、パンパン上げていく感じじゃないですね。はい、そうですね、引っ張って、はい、あれですね、上げる感じですね。これは乗り方分かったらめっちゃ楽しいですね。楽しいですね、これいいな。決してトルク太い感じじゃないから、こうパンパン上げていく感じじゃなくて、あとはちゃんとこう一足一足ふわーって感じですね。あとはもう完全にマニュアルモードにしちゃうからです、ね、そうですね、はい。いや、これ楽しい。いいなぁ。ちょっと最高かな。ちょっと足に使いたいですね。でも多分、本当にこのミッションのギクシャク感はだいぶなくなったんじゃないかなと思います。そうなんですか。はい。やっぱ以前紹介した車が29年式とかだったかな、平成。2017とか、そのくらいのやつってもっとなんかギクシャクしてたイメージが、うん、進化してるんですね。はい、なんかスマートなんかもう高年式になると最初のやつひどかったっすよね。そうですね、びっくりしましたよね。ムチ打ちになるじゃん。これなんて最初のやつは結構乗ったんですよ、はい、はい。これだったら全然乗れますね。乗れますね、はい。むしろ少し癖があるぐらいの。そうですね、やっぱりこれですよ。なんかちょっといいんです、なんか個性があって。そうですね、個性だいぶありますからね、うん、これ。そうですよ、せっかく乗るんだったらこう平均点高い車も楽しいですけど、突き抜けた個性の車いいじゃないですか。そうですね、そうですね、何にもついてないし、本当になんか割り切ってるというか。いや本当ですね、うん、なんかもうダメな人は絶対ダメでしょうね。ダメでしょうね、はい。ナビもないし、はい、はい、便利機能ないし。そうなんですよね。だってバックカメラすらないんですよ。そう、ないですからね。いらないだろうっていうかもしれないですけど、まあすね、サイズ的には、まあ、なくて十分なんですけどね。でも今軽自動車でもナビもついてたり、はい、ついてます、はい、バックカメラついてます、はい、ついてますね。なんだったらそのセンサー関係とかもついてるじゃないですからね。何にもないっていう。え、クルーズコントロール何それって。そうですね、何それって感じですね。自分で運転しろっていうような車ですからね。じゃあ本当車じゃないですね、バイクに近いみたいな。ああ、そうですね。いわゆるなんかも最近のフル装備の車を想像してると、はいはい、あれですけど、タイヤ4ついたバイクだと思う。そうなんです、そうですね。最高。いや、これでも本当いいですよ。ちょうどこの桜並み、ちょうど桜並みじゃないですか。これ撮りましょうってこと。いや、これ買う価値ありますよ、本当に。これだけで。確かにこういう時に写真なんか撮るのも楽ですね。そうですよ、都内でこうハトバス乗ってる場合じゃないですよ。いやいや、本当ですね。油で乗りましょう。完全に普通に空向けとかやったら撮れますからね。いやー、これ最高。あー、これ気持ちいいっすね。あ、ちょうどここ桜並木で。いいっすね、やっぱちょうど桜の葉っぱが、葉っぱじゃないや、花びらが入ってくるぐらいですね。桜のトンネルをこの海音で、海音で超気持ちいい。あ、これいいっすね。いや、これはちょっと人気なのと値段下がらないの分かりました。分かりますね。分かりました。欲しいし、同じアバルト限定車でも個性すごいっすもん。そうですね、フェラーリのやつとか、はい、あと
マセとマセラティとコラボしてるやつもありますね。ありますね。あとドグミッションの、ドグミッションありますね。えらいこっちゃないやつもありますね。はい、あれはちょっと行っちゃってますよね、だいぶ。行っちゃってますよね。行っちゃってますよね、だいぶ。あれメーカーやるんですかっていう。そうなんですよね。そのままレースできるじゃんみたいな。本当っすよね。うん、本当にだからもうレースに出るとか、はい、もうチューニングカーショップが作りましたみたいな。そうですね。そもそもビポストになるとエアコンついてないですからね。エアコンレスです、はい、やばいっすね、はい、いやこういう車楽しいな。でも最近なんかもうハイブリッドとか EV の波が来てるじゃないですか。来てますね。どうなっちゃうんですかね。本当ですよね。こういうちょっとその走ることの楽しみっていうのがその EV になってどういう風にこう作っていくのかなっていう。いや本当です、はい、特にこういう車、はいはい、どうなっていくのかちょっと、ね、心配になりました。今桜の花びらがちょうど入ってきました、ね、入ってきちゃいました。入ってきました、ね、後でクリーニングしましょう。あ、大丈夫です、はい、やってきます。ベストシーズンできればちょっとこう早くお問い合わせいただいて。あ、もうダメかシーズンが。もうあと1週間もしたら、ね、まあでもこれからやっぱり夏に向けて、そうですね、そうですね、まあちょっとこのボディカラーとシートのこの爽やかさと、はい、最高だと思いますよ。海行ってよし、山行ってよし、行ってよしって感じですよね。いやこれ本当に都内のビル群の中走ってるの楽しいと思います。いや楽しいと思います、はい、景色見えて、個性的だけど最高です。そうですね。カメラマン言ってましたけど、はい、後頭フック、はい、ハンガーのこのかけるフック、はい、ありますね、はい、このサイズでそれがついてるのはやっぱりイタリア車ですね。そうですね。確かに普通つけないですよね。つけないですね。ちゃうとすっごいスムーズですね。スムーズですね、はい、いや最高の一台でした。これすぐ売れちゃいそうな気がしますね。そうですね、あのそうなってくれるといいんですけど、ただ癖強めなんで。そうなんですよね。だからこれメインでってなっちゃうとやっぱ厳しいんでしょうね。癖強めなんで、はい、ちょっとこれあらかじめ装備とか、はい、椅子が自分に合ってるかとか。そうですね、はい、あの確認した方がいいですね。そうなんですよね。合ってなかったらこれ、はい、ちょっと取り返しがつかないことになっちゃいますね。多分最初超違和感はあると思いますよ。確かに、はい、もうハマる人がハマれば最高な一台です。最高なっていう感じですね。これいいな。ハンドルちょっと重めなのがちょっと気になりましたけど。ああ、そっか、重いっすね。確かに女性の方だとちょっと栄えちゃうかも。そう、切り返しとか確か重かった気がする。僕ミニ乗ってたんで全然気にならないです、はい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 、まあ、FF だし。そうですね。ヨーロッパ車の乗り味だとこんな感じだろうなって。多分軽自動車から乗り換えたりとか、国産コンパクトから乗り換えると全然重いっすね。何この重たいハンドルって思っちゃうっすね、はい、多分。いや最高。いや良かったです。面白かったです。ありがとうございます。それじゃあ最後になりますけれども、買い取りまだまだ募集中ってことで。はい、まだまだ募集中でございます。ぜひ、まあ、査定だけで。そうですね、まあ、例えば参考にちょっと知りたいとかでも全然構いませんので、ぜひぜひお声掛けいただければと思います。まあ、査定の金額で乗り換えにこうちょっと、はい、そうですね。結局で、まあ、乗り換えるにあたってやっぱり今の車の価値、まあ、価格って多分皆さんすごく気になってらっしゃると思いますし、それによって買い替えられる車、じゃあ行ってほしいの買い替えられるかなとかっていうのも中にはいらっしゃると思いますので、ぜひ参考で結構なんでご連絡いただければと思います。はい、というわけで今回はアバルト695リバーレをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。